上杉は手取川で織田を破った。綾御前は織田追討を命じたが、謙信が急死したため兵を引かせた。謙信には二人の養子がいた。一人は綾御前の子で謙信の甥にあたる景勝、一人は綾御前の娘婿で北条家から来た景虎である。謙信の死後、この二人の間に跡目争いが勃発、隣国を巻き込む政争に発展する。兼続は景勝を立て春日山城で挙兵、綾御前は景虎を立て小館を本拠とし兼続に対した。謙信の逃走を継ぐ覚悟を見せてもらいますよ兼続。第5話小館の名、世に正しきを示しましょう。謙信公の志を受け継ぐは景勝様。この戦を制し、それを証明するのだ。物理的に力を知る恐れるが、北条の援軍到着、守りを決するのです。雪の線を鮮やかに引いていく。行くぞ！かかれ！影虎は親方様の絶対守る！大門！さあ、終わりにしましょう。それに、人生の男をでかくしようって腹なんでしょ。藤安の志が、ここに詰まっているよ。
迫りましょう。中央の北条軍と連携し包囲するのだ。開門！やはり読み通りに一人でを狙ってきたか。頼むぞ雪村、行くぞ。勝頼様と影勝殿の連役によりご助力いたす。開門！ご覧になさい。さすがは金継ぎ。金継ぎ、見事。采配、父を見ることし。お見事！死なんと戦うは生きるんだ。死なんと戦うは。よそのお家騒動に。ごらんなさい。デバルガは私たちのことじゃない。散りなさい。舞台です。織田、ここで勝てるわけにはまいらぬ。よもや綾様と兼継殿が対立するとは。道を外すのであれ神殿の前は仕方もない。それこそ志なの。なるほど、これは綾様の姿なのですか。我らは謙信の志を受け継ぐ上杉の兵。各々がなすべきをなせば負けることはありません。少子、これが義と愛の時代。義と愛の君と何人にも邪魔はさせません。と対する影虎様の背を狙うは軍。骨肉争う苛烈な戦、その裏にこそ愛がなければ。愛の闘争、天も呼びしたまわる。愛を持って倒していますから。おしまいはつけてやら。
命の捨て所、ここではないわ。打ち取りました。よく働く。あなたにはまだ悪魔が足りない。剣心の剣、覇者剣章を受け継ぐ覚悟を。死になさい。矢を断つことはできないでしょう。ですが愛をもってすれば世を正しきへと導ける。そして今午前と最後はっきりと悟りました。愛こそが兼継ぐが義、覇者継承の志であると。ここで果てるわけには参らぬ。お見事。あんたに倒していますか。兼継の儀、その覚悟よくわかりました。厳しさの中に愛が見えましたか。
兼継が覇者検証戦場にて開演いたしました。ここにシストも悔いは。うろたえ者、あなたは愛を持って剣心の義を受け継ぐ。私は愛を持ってあなたを見守りましょう。